阪急2500メーターレースババンババンバンバンズン。はい、というわけでありましてね、阪急2500メートルレース、ただいまスタートいたしました。実況は私カナボンがお送りいたします。そしてね、今日は解説はね、鉄道ジャーナリストのカナボンさんに来ていただきました。カナボンさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでありましてね、早速もうスタートを切ったわけなんですけれども、現在このカメラが乗っているのがこれが京都線、そして奥に見えている電車があれが宝塚線ですね。そしてね、もう一つ向こうに神戸線がいんとあかんのですけども、どうしたんでしょうかね。あ、神戸線ね、今回ちょっと右膝に違和感を感じたということで、今回のレースは欠場ということになっております。まあね、彼もまだ若いんでね、今はね、右膝の治療に専念して次のレースでまた頑張ってくれたらと思っております。わかりました。それではね、ただいま梅田駅を出発したわけなんですけども、わずか3分間のレースです。さて、どうなるんでしょうか。そうですね、大概はね、神戸線が1着でゴールして、宝塚線がね、途中で息切れするんですけども、ご覧のようにね、息切れしてきましたよ、これね、宝塚線ね。でもね、最後のね、第4コーナー、淀川を渡ったらね、早いんですよ、最後のラストスパートが。そうですか、今日は一体ね、どんなレース展開になるんでしょうか、楽しみですね。まあね、今日はね、神戸線がね、欠場ということで、京都線と宝塚線の一騎打ちということなんでね、京都線にもチャンスがありますよ。こうご覧のようにね、宝塚線がね、ちょっと息切れしてきてるでしょ。もう先頭が見えてきました。京都線このままね、ゴールまで突っ切ってくれたらいいんですけどもね。さーて、いよいよ最後の淀川にはかかりましたよ、淀川ですよ。ここでどうなるか楽しみですね。宝塚線かなり息切れしているようですよ。京都線がぐーっと来た、京都線ぐーっと来た。宝塚線を突き放すか。このまま淀川を渡ればもう重走ゴールです。さてさて、ここまで宝塚線が遅れると、京都線にもこれあれですね、チャンスありますね。そうですね、ぜひともここは一つ一着でゴールしてほしいですね、神戸線くんがいない間に。はい、どうですか、もう淀川を渡りきりました。おっと、宝塚線出てきた、宝塚線出てきた。どうなるどうなるどうなる、京都線頑張れ、京都線頑張れ、前畑頑張れ、前畑頑張れ、前畑頑張れ。なんで前畑やね。いやいや、すいません。でもね、今は前畑頑張れって聞いてね、懐かしいなと思った人はかなり年食ってますね。いや、そんな解説今いらんねん。はい、というわけでいよいよ重走ゴールです。宝塚線がぐーっと差してきております。どうなるんでしょうか、京都線息切れ、京都線が息切れ。このままでは宝塚線が一着になる。京都線ダメだったか、どうですか。ちょっとこれは厳しいですね。宝塚線もうドアを開けるんと違いますか。ああ、そのようですね。というわけで京都線、また2着ということでしたね。残念でございました。はい、まあね、また次回ね、頑張ってくれたらと思っておりますんで、京都線頑張ってください。今日は解説どうもありがとうございました。カノボンさん、あ、どうもありがとうございました。ではまた来週。来週もやるんかい。